どうも、つゆちゃんです。パンパンです。ゴミです。テイク2。はい。どうも、つゆちゃんです。パンパンです。ゴミです。ティンクです。ホンデンベンチ。はじめよさあ、今日なんですけども、はい、何やるんですか、今日は。今日はですね、はい、カラオケ1時間でアカペラで90点以上を目指してみた。いやカラオケ企画ですね。初です。1曲を4人で分けます。今回協力プレイです。なるほどね。1番からサビまで4人でマイクパスしてって、アカペラで、あのバーだけ、はいはいはい、採点バーだけを見て、タイミングも合わせて90点以上いけるかということで、はいはい、やっていきたいと思いますが、どうでしょう、自信は。ありますよ。ありますか。これ初めてさ、ちゃんとやったことないからな。ね、2人の言ったわ、うん、あ、そっか。初だけど、うちにはね、優秀なボーカルがツータの他にもあと2人いるんで。そうなんですよね。そこ見ものですね。そうなんですよ。やっと披露できる。ぜひぜひ、じゃあやっていきましょうか。はい、本日も、ダジュー。1曲目。これ重要だよな、曲選び。かなでとかどうすか。あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃないですか。スキマスイッチのかなで。いいんじゃないですか。持ち歌でしょ。持ち歌で攻めてるんでしょ。おお。誰から。持ち歌でしょ。持ち歌から行こう。持ち歌の人たちからやった。持ち歌ってみて。あー、ピアノ弾いてるね、これはね。聞こえてる、イントロちゃんと。じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん。まだそこ。じゃん。いや、意外と長いよな。じゃあ、まだ長いんだよ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃらららら。いや、わからん。超長いの。いや、長いよ、意外と。あー、もうそれから、これ。だーちょいさーん、お前に繋ぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく送る果てだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になって、その季節が悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。いや、はいはいはい、結構ずれた。むずいわ、これ。難しい。ああ、アホみたいに難しい。アホみたいに難かった。これ一番最初に歌う人結構きついかも、ね、入りね、入りが難しすぎる。いけそうじゃん。まあまあ、この感じで、ね、81行くんだったら。なるほどな。2曲目、心得。ちょっとアップテンポだ。ロード・オブ・ミズ。入りは任せろ。高いんだよバカみたいにさ。笑顔早いな。まあ、花火とかじゃないですか。ああ、ミスチル。ミスチルね。ミスチルさんの。そうだ。ミスチル。あ、始まってるか。じゃあここから。信じるな、信じるな。どれ？どれくらいの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界、全てが意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたもっと光にして、切り捨てたいつもの輝き、いちいち泣いてるほど言わない世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな恋抱き進んだらいい、答えようもない、その問いかけは日常に放られて、君がいたらなんて言うのかな、暗いと茶化して笑うのかな、の山から笑顔に触れて、僕の憂鬱が吹き飛
んだらいいのに。決して叶えることのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 、僕はこの手を伸ばしたい。誰もが悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて、波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。行かなきゃ、行ったら行けや、行けや。どうよ、はい、この画面かも、はい、おー、あー、なるほどなるほど、時間の問題、時間の問題、伸びてきてる、伸びてきてる。じゃあ私はこの曲を選曲します。バタフライ。おお、バタフライ。いや、世代世代、これはバタフライ、全部大体バタフライ。早い、早いね、これ大丈夫だ、早いの無理だ。ご機嫌な蝶になってきらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上洒落てる時間はない。何がウォーウォー、この空に広くのだろう。だけどウォーウォー、明日の予定もわからない。夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい、思いも負けそうになるけど、ステージ勝ちなイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。テンポが速いのは難しいけど、そう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 、おお、いやだからこの必勝法はバラード系ですよ。あ、アンマー歌わない、おお、知らんよこれ。普通に歌いたい。え、か言っちゃうけど大丈夫、いい俺たち、いいだって、いいもう言っちゃうけど。え、マジか。ダラダラダンダンダダンダダ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 、これいいよな。いや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 ささささささや。初夏の春、初夏の春やった昼下がり。エグザイル、エグザイル、エグザイル、わかんない。チャ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 チ
んじゃない？どうよ。どうですか？これはいいんじゃない？結構良くない？おお。ええー。もうちょい行ってほしかったね。でも千万そんなもんか。そう。じゃあやっぱ二人持ち歌をね。本殿ベンチ。本殿ベンチと言ったらこの曲って。これぶっちゃけそのラップってどうなんだ？さっきのでいくとめちゃくちゃダメだけど。ラップなんてマジで。本当。でも持ち歌ですからね。まあ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 舐めてもらっちゃ困りますもん。これしかもすぐだ。来るぞ。悩み事、私仕事だらけを隠し事、悩み事を隠し事、飲み込んで笑顔でやる仕事、目の前の吐き仕事、ビジネスの思いを吐き仕事、泣き仕事、笑う仕事、自分じゃない誰かになる仕事、めちゃくちゃ増えてる。ちょっと高えんだよお前。言葉の表面の動き一つ全て疲れてしまう仕事、自分を正当化する仕事、自分を過大評価する仕事、大勢の他人を受けようとしてでも自分を認めさせる仕事、笑わせる仕事、笑わせる仕事、見たお前が勝手に重ねる仕事、人の感情以外は何一つ生み出さぬ仕事、映画みたいな生まれ育ちやドラマみたいな過去じゃなくてもあの日で散り上げた無謀な外側に追い詰めて物語。イエーイ。イエーイじゃねえ。イエーイじゃねえ。ただずれじゃねえか。全部やべえじゃん。気持ちが入りすぎる傾向や。はい、ガチンコで狙いに行きます。じゃあちょっと頼むわ。たぶん私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも君との日々もきっと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 色褪せる。イエーイ。いやめっちゃ良かったけどな。全然音程が合ってない。難しかったよ。難しい。ダメだね。重いね。重いね。多分私めっちゃ難しかった。あ難しいな。むずくてこれはすごい、でも逆に今までこれってなるけど。なるよな。誰かの声でまた起き上がれるように。土の中で眠る命の塊。分け合う二人、太陽と月のようで。まんま散る花も大
あなたの誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてくそしてまた大人になった追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのないなくさないで君の中に桜どうしたの最後どうしたの最後悪くはなかったよ。だいぶゴリか。こいつじゃない？してくれてるよ。来い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 。来い来い来い。ああ！誰から行く？そう、これ順番も実はやる時間。ふーは俺無理だ。ちょっと待って。俺も自信ねえけど。ふーじゃないんだ。名もない花には名前をつけましょう。あなたと誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてくそしてまた大人になった追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのないなくさないで君の中に桜いいんじゃないいやいや悪くないあるよ急に曲こないとかなんで毎回あそこ回ってくるんだ確かに最初のサビの投げるとか仕組んでもないんだけどだダメけなっなっなっなんでちょっと順番変えよう。そうね。ゴリからとかにしてみる。さっきヒー君からずっとやってるから。お前なんかあそう俺さっきそうそうそう変えよう変えよう。これ長めのアンカーやる。あここは大丈夫か。あ急に合わせてきたこいつ。ナイス。めっちゃナイス。名もない花には名前をつけましょうこの世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように分け合う二人太陽と月のようで実のならない花もつぼみのまま散る花をあなたと誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花に散るたびに涙と笑顔に消されてくそして追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない失くさない
なんでだよ。どうやってどうやってお前だよ。途中から全員が出てる。全員が出てる。それはいかねえよ。それはいかねえよ。順番さ、やっぱりこっから始めた方がいいと思うんだけど。うん、え、俺から？そう。名もない花には名前を付けましょう。誰かの声でまた起き上がれるように。土の中で眠る命の塊。分け合う二人、太陽と月のようで。実のならない花も、つぼみのまま散る花も、あなたと誰かのこれからを、春の風を浴びて、見てる桜の花びら散るたびに届かぬ思いがまた一つ、いつまでも変わることのない、なくさないで君の中に桜。難しいなぁ。なんか、オッケー、やったーにゃー、マジか。今回は失敗ということですか？悔しいです。残念。リベンジしよう。90点チャレンジやりたいもん。やりたいな。面白かったね。まあ、いつものカラオケとはちょっと違う感じでしたね。まあそうね、新鮮で変な緊張感があるというかね。ちょっとかかった。またやりましょう。はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。お願いします。ゲットボタンもコメントも待ってもまたねー。